はい、やっと全部揃いました。やっと届きました。これはとりあえず1個試しに買ってみた、クアッドロード用のシェルホルダーと、これ外れじゃなきゃいいけどな。なんかレビュー見ると、レビュー見ると結構、つうかさ、アマゾンもこのまま送ってきたからねアマゾンの箱に入ってないから、ダイレクト箱かよみたいなこの箱にダイレクトにあのこのシール貼って送ってきたすごいよね。もう外箱すらないという。お、でもなんか、おろ、なんだこれなんかドライバーちゃんと動作するかな。おい、こういう感じなんだ。おう、ちょっとこれ動きもよくしたいね。油とかさして、へえ。はい、次、パパちゃんがびっくりしてるね。おお、あ、これ重い。あ、ストックが重いと構えやすいかも。これさ、M1014 ってさ、多分この位置のままで多分セミオートなんですよね。ポンプアクションじゃないんだけど、まあリアリティに欠けるんだけど、この見た目と背強を両立させようと思って、ちょっと一回やってみようか。これシェル、お、結構、あ、引っかかるんだ。ここがあの YouTuber の人が言ってたの、わかる。ここが引っかかる。つうかさ、これが一番肝心な、これがさ、お、いいじゃん。あ、外れかも。いや、これや、ダメじゃね、これ。これ返品でしょ。マジで？これテストしておくれよ。すげえショックなんだけど。廃墟しなきゃ意味ねえじゃん、だってこれ。ここまでいいよ。これエキストラクターが。あ、あ、ちょっとコツがあんのかな。エキストラクターが。ん？いや、これ最重要ポイントだからね、ここ。あ、大丈夫か。いや、ダメでしょこれ、不良品でしょ。あ、結構ちょそこそこ勢いよくやらないとダメなのかな。エキストラクターがハマりが、あ、大丈夫かな。すげえ心配なんですけど。ああ、ちゃんと前までグッてやんないとダメだ。グッて、ちょっとエキストラクターとか、いや別に不良品でもいいんだけど、じゃ多少の修理とかで直ればさ。まだストックつけてないから余計かな。あ、大丈夫か。エキストラクターが、あー、確かに引っかかる。すごい飛ぶな。あ、大丈夫そう。ちょっと何回か操作してれば。すごい飛ぶよ。それか一人で盛り上がってんだけど。ああ、ここが下に下がりすぎちゃうから
2発いっぺんに入れようと思うと、引っかかるんだ。こう思って、やば。確かにこれちょっと加工しないとクワットロードできないかもしれない。シャッ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 とかつって。ここ2発入れようと思うと、あーでもやり方によっちゃ入んのか。エキストラクターがはまんない。ちょっときついのかな。ちょっと削ればなんとかなるかな。動画が長くなっちゃうけど、ちょっとあ、これ逆さまに入れちゃうまずいよ。やばいやばい。あ、大丈夫か。思いっきりやれば平気。あ、腰痛い。この姿勢、このカメラを見ながらやるのやめよう。もうちょっと長くなります。ちょっと組み立てます。ネジプラスド全部なんとかなるのかこれ。あ、説明書。いや、よかった。もう完全に廃墟すらしないとか、ほんと勘弁だよね。うん、パイプをどういうこと？あ、トリガーとともじめ、これだ。ちょっと長くなるけどいいですか。まあ、短いのは短いので出すけど、これやっぱこのなんていうの、ご本人様もこう、ご本人様も初めて状態からやった方がちょっと面白いかなと思って。こうか、あれ、どういうこと？どっちが上に来るの？まあいいか。こう入って、ちゃんとドライバーまでついてるの親切だね。あれ、どこ行ったドライバー。ちょっとこれカスタムっていうか、このシリーズなんだ。この手袋、手袋してやらないとダメなの？あ、でもね、今この辺をねこうやった時、この辺で切れそう。ちょっとこれね、ペーパー掛けとかしないと手怪我するかも。多分それ用だね。腹減ったんだけど。ん？こうの？ああ、なるほど。タマちゃんがちょっと呆れてる。タマちゃんちょっと今日ちょっと早く帰ってこれたから、お外出してあげて。ん？あれ、もう食ってんの？ネジ。ネジは食ってるみたいだな。あれ？これもまた、これもまたウェザリングと艶消ししよう。ネジが食ってんのか食ってねえのか分かんねえぞこれ。あれ？
ちょっと構えてみたいよね。この何 M4? ベネリの M4 ってほら、コールオブデューティー4とか昔やってた時に出てきてて、ちゃんとしたこの形のやつを構えたことないからさ。あー、なるほど。本締め、本締め入ります。本締め入った。本締めして、あ、かっこいいじゃん。ちょっと待って、こんな感じ。ストック、いいんじゃね。ちょっと構えてみようか。ほうほうって見えないな。あ、引っかかるね。確かにこの引っかかりなんとかしたい。ほら引っかかる。もういいんじゃない。こんな感じ。ストックは縮めるとこんな感じ。あ、かっこいい。このシリーズ全部集めようかな。あのダブルバレルのやつとかもかっこいいし、ターミネーターのやつもいいし。おお、短くするとこういう感じなんだ。ちょっと待った、テンション上がるこれ。ちょっと待って、このこれ使えんのかな。お、これ確か Amazon で1000円だった気がする。つうかこれできるように改造したいね。何発入るんだろう。ごめんね、長くなって。俺手がちっちゃいからさ、こういうのに向いてないよね多分。あ、5発入る。5発入って、あ、ここにあれがつくようになってんだね、チャージングハンドルが。うわ、嫌な予感。モーリン嫌な予感する。うわ、ダメだ。あ、ダメだね。エキストラクターが引っかからない。ちょっとこれ不良品気味かもしんない、マジで。だって子供じゃこれ多分無理だよ。あれ？Amazon に電話しみっかな。返品しようかな。あんまり調子いい答えじゃないねこれ。あー、ちょっと外形でかいんだね、このリムの部分の。こっちに問題があるのかな。エキストラクターのバネが弱い。ちょっと弱い感じもすんな。楽しみにしてたのに、それはないよね。こっちの純正弾だと、純正弾だと出来上がるんだね。なんかこれで撃つと戻るんだけど。こうやっといて、トリガー引くと勝手に戻る。つうかこれダメじゃん、買ったやつ。全然。ああ出たね。もっと思いっきりやらないといけないの。思いっきりやってもダメだよ。エキストラクターがそもそも引っかかんない。
ダメだね。引っかかんないもん、ほら。引っかからない。なんだよ。ダメだね、これは。これでもほんとゆっくりやっちゃう、弱い力でやっちゃうと全然ダメだよな。純正弾だけど、でもこれチャンバーにちゃんと入ってくるのはいいんだけどね。アルゼンのはここに居残りだからね。入ったように見えるけど、あ、これ純正弾じゃないや。純正弾がみんな吹っ飛んでっちゃった。あった。もう16分もやってる。生放送にすればよかったかな。これだと、ああこれだと引っ掛けてくるんだね。微妙。まあちょっとこの辺にしときます。長くなっちゃうから。悲しい。